こんにちは、ここは北海道の一番東のところというか日本のまあほぼ一番東のところ根室市長管内根室ですが、なんでいきなりこんなところ始まってるのかって、ここはね、私が行きつけっていうほど行きつけてるわけではないんですけれど、根室に来た時毎度毎度寄らせていただいておりますたこ焼き屋さんで、大変美味しいんですね。たこ焼きだけじゃなくてね、ここで初めて行った時はなんかこんなのあるなと思ってやってきて、ホットドッグって書いてあったけど、ホットドッグ150円って安いなと思って食べたらば、関東とかに住んでるとアメリカンドッグと呼ばれるようなものをいただいたんですね。こちらではホットドッグってこういうものなんですが、その根室のホットドッグはいわゆるアメリカンドッグらしいということで、それを勉強させていただいた場所でもあります。他にもですね、一口親焼きとかああいうのいろいろあったんですけど、なんか結構私これコンプリート地味な食べ方をしてるんですが、たくさんいただきまして、本当にねどれも美味しく、また今回もいただいたというわけです。おすすめしますんで、ね、差し出がましいようだけど、根室に来たら、ぜひ食べていかれるとよろしいかと思います。こんにちは。さっき一応ね、冒頭のところで喋りましたけど、もう一度仕切り直しでやらせていただきますが、ここが北海道根室管内の根室市です。この辺りにちょうど今いろいろ立ってるから、まだなんか見晴らしが少し遮られてますけれど、すごいですよね。こういつも来てもね、北海道っていいとこだなと思うんですよ。まあこれよそから来てるから言えることだっていう説もありますけれど、まあ、ともかくこの素晴らしい景色をもとに、ただいま向かっておりますのが日本最東端の地、納沙布岬です。後ほどまた訪れる予定でもあるのですが、あっちに何ですか？あ、トーチか。あの立ってるやつですか？そう。これ、何なんですか？あそこに兵士が隠れて、はい、銃構えてんの？構えんの？へぇー。今は当然使ってないけど。はいはい。そうか、じゃあ軍事施設の遺跡なんですね、あれ。そう、戦線だからここ一応。へぇー、そうですよね。だって国防で重要なっていうことで、うん。知らなかった。こんなのがあったんですね、ここに。そう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 、トーチかっていうの。あ、そうだ。後で見たかったら、国後とかの方にかつて電話線引っ張ってた施設あるけど、そんなのあるんですか？残ってるよ。ぜひ見たいです、うん、ありがとうございます。いや、これはいいな。今回はですね、日本最東端のその納沙布岬へのまあそのアクセスとか、まあアクセスっていうか、そこまで行く途中の過程とか、それからあとはその周辺の北方領土の動画とか撮ろうかなと思っていたんですけれど、早速このようにね、興味深いことを、お隣に運転していらっしゃるヒグマさんも、最長往復切符の1度目の旅をよくご覧になっている方はわかると思うんですが、ヒグマさんにいろいろとご案内いただくことになります。よろしくお願いします。この辺りの広告、この電柱のところに書いてあります海西北方領土というものです。バスに乗って根室の駅からですね、納沙布方面往復の割引の切符なんかを持ちながら行くというのが、まあお決まりのパターンなのかなと思いますけれども、だんだんこういう広告が出てくると納沙布に近づいてくるんだなという印象が濃くなります。また霧もちょうど濃くなってまいりましてね、織下といったところですけれど、根室は結構霧で有名なところだと思いますけれど、このようにあちこち立ち込めております。本日も根室中標津空港という、結構ここから離れて根室とはまた違うと思うんですけれど、でもその中標津のところでも霧が上空60メートル立ち込めておりますから、うまく着陸できるかどうか分かりませんと、そんな放送もしているのが聞こえました。すぐ脇のところ、これも湿原ですよね。こんな風にびちゃびちゃになっているようなところもあります。背の低い植物がいっぱい生えております。この辺り日照時間が短いということで有名で、だからあんまりその なんですかね、農業を直接やるというよりは、まあ、どっちかというと酪農ということで牛を育てたりして牛乳の産地などとしても有名な別海町も近いところです。これ、うん、これか。なるほど。まあ、どこまでがゴルフ場なのか判断するのもちょっと難しいところではあるんですけれど、日本最東端のゴルフ場がここにあるそうです。どこまでが本当だ、最東端のゴルフ場って書いてあるな。もう大体なんかゴルフ場なのか、それ以外の原っぱなのか、ちょっと境界がね、はためにはパッと分かりませんのでね、北海道の魅力といえばそういうところにもあるのかなと思いますけれど、原っぱ整備はあまり手間がかからなくてよかったんじゃないかなといったところです。まあ、本当に視界が悪いですね。悪いってほどでもまだマシな方かな。あ、これは大丈夫。そうですね、いける類なんですよ。これはまたあれですか、この下で繋がってるんですね、海と。多分繋がってる。ああ。池名前とかは特についてないみたいですけど、あ、まあまあどっか探せばあるのかもしれないですけどね。引き薄島とかそんな感じじゃないけど、なんか今引き薄橋って書いてありました。まあそういう感じか。引き薄島とかそんな感じの名前だと思う。オンネ島とかと同じノリですね。日本最東端の金融機関銀行、これが、金庫でして、なんで信用金庫でして、第一未来信金ね。第一未来信金、元の根室信金。名前が変わったんです。うん、そういうこと。それからあとはですね、なんだっけ、ここは歯舞漁港と書いてあります。私ずっと歯舞だと思ってたんですが、読み間違いでした。視聴者の皆さんにお詫びしておきます。あとそれからもう通り過ぎたところでは、多分最東端と思われる薬局とか診療所などももうすでに通過しております。
最東端の今度は寿司屋だそうです。看板が出ておりました。やってるより見えなかったですね。それからこの先は最東端のあれは多分最東端のスタンドあれでいいと思う、うん、ですよね。多分そうなるのかな。ここから先も、あ、床屋はまだまだここから先もあるみたいですね。さっきもあったから。今これ通過しております。鳥居が一瞬だけ映っておりました。日本最東端の神社です。前の方を向いていただきますと、向いていただくというか見ていただきますと、今度はあそこにあのようにありますが、あれは日本最東端のお寺です。この辺りね、日本最北端のなんとかって稚内とかであんまり言わないんですけど、根室になるとここが日本最東端のなんとかですっていう、そういうあのアピールをするようなものが増えるのがちょっと面白いところです。稚内はそういうシャレが好きじゃないんですかね。奥から来ましたあのバスが根室駅の方面へ向かうものです。駅前ターミナル駅と書いてあります。あのバス内装がなかなか面白くてね、ボックスシートになって逆向きに座ったりとかできるんですよね。あれが特徴的なものです。風大変強いようですね。あの風車がぐるぐると回っているのが見えます。風力発電も今日は景気がいいのかな。これもね、またあの日によってというか結構不安定なあのエネルギーのやつですけど、この辺りは結構風強いんですか。いつも、あ、まあ強いね、うん、じゃあ割と安定的に多分発電ができてるんでしょうと思います。本当に広いな、この辺りの景色。あれが御用前の町、あー、あのバス停でも旧御用前小学校前とかそういうのありましたね、うん、あの辺か。旧日本最東端の小学校、最東端の小学校って言ったらいいのかどうかちょっと分かんないけど、一応本土最東端の小学校ではある。 あそうですね、はい、うん、まあ今実際ないですもんね、北方領土の日本の小学校は。前方に見えてきましたのが日本最東端のお店屋さんと書いてあります。まあ北方領土にね、あのお店屋さんがあればロシア人が営業してたとしても、それは日本最東端のお店屋さんということになると思うんで、本土最東端の店とちゃんとこのお店もしっかりと区別しておりました。ローソン風ですけれども別にローソンではありません。お店屋さん板垣と書いてあります。で、僕も本当ここすごい興味あったんですけど、前から来たことなくて初めてですね、来店するのは。映ってないかな。ダメか、バカがなんか活動してるみたいな感じですね、これじゃね。あの吐く息が白いんですけど、わかりますかね、結構真っ白なんですけど、あのそこまで寒いってわけじゃないです。まあ寒いですよ、寒いんだけど、寒さが問題というよりは、まあ、どちらかというとここ海に近いですから、それでね、あの海からのその湿度が原因でこのように吐く息が白くなっているということなんですけど、全然映ってないかな、ちょっとわかりますね。ただそれでね、またそこから先車でしばらく運転してきていただきました。一応天候はこれは晴れと、晴れって言えばいいんですかね、この天気。根室では晴れって言うらしいよ、これ。なるほど、よくわかりました。あそこにまだ神社ありましたから、あれが日本最東端の神社かな。本当だ。あれ、あの、立ってるあれは、ノサップ岬と関係ありましたよね、あの立ってるもの。なんとかタワーとかって言うんだけど、一回入ってなんか、結構高かった記憶がある。あ、そうか、あれ上に入るものなんでしたっけ。え、普通のお金払わない入れる展望所はこちらです。で、これで、まあ、十分なのかなという気がするんですけれど。岬行くんだったらこっちの道。そうですね。じゃあとりあえずまずは岬の方にお願いしたいです。あ、岬ってかここ灯台ね、多分。あのこの先のところですね。なんかできてる岬の駅。あれ、これ、いや前からありましたよこういうの確か。あれ、なかったかな、ああいうのあったような気がしたんだけどな。多分去年はあったんだろうけど行かないから基本的に。ああ、そっか、そうですね。あ、うん、そうそう、行かんから。あ、ここのさ生サンマ丼って結構有名なんだよ。へえ。テレビにも一回出てた気がする。美味しそう。でも今日は夜はあの花咲ガニの釜飯が、うん、待っているので今日は食べません。あ、そろそろ予約しないと。あ、そっか、じゃあすいません、お願いしたいです。そういえば、うん、まあいいや、風呂行くぞ、食前でいいや、うん、ぼんやり霧に包まれております。こちらが、日本ではなかった、失礼はね。これね、私もつい行っちゃうんですけどね、あの一応分かってはいるつもりなんですが、あのここは別に日本の一番東ではないんですね。じゃあちょっと降りてから説明したいと思いますけど、さてここが本土最東端のノサップ岬です。よくここのやってきた観光客の方でね、向こう側に、今日はもうこのような霧ですから見えないんですけれども、向こう側に北方領土歯舞群島の中の一つ貝殻島などが見えることがありまして、そこには、かつて日本海軍が使っていたらしいんですけれども、灯台みたいな、ね、あのタワーも立っております。で、それを見てね、あ、もうこれより向こうはロシアなんだねというような方がたまにいらっしゃるんですけども、違います、そうじゃないですね。これより向こうはロシアではありません。これより向こうはね、日本なんですよ。これより向こうもちゃんと歴史として、条約の上でも認められている日本なんですが、ただいまロシアの人たちが実効支配しているところというわけでして、あのこれ右翼だとかなんとかね、あの言う人いるんですけど、あの政治的意見とかそういうんじゃなくて、単純に事実としてあの日本だということですから、あの認められておりますんでね。北方四島の返還が実現ということになりまして、また普通の民間人でもそこを訪れることもできるようになったとすると、
日本最東の人間が訪れることができるところは北海道シベトロ村の、エトロフ島の一番東の部分、エトロフ島でいいのかな、あれ国後よりはエトロフ島の方が東にあったような気がするんですけど、それで合ってますかね。多分エトロフ島が人間の行ける一番東のところになるのかなと思います。あの戦前はね、あの日本の本当に一番走りの端っこのですね、ここからあのもっとなんか九州とか、あの九州じゃないや、あのここからまた東京札幌間ぐらいめちゃくちゃ離れて進んでいったら、これね、あの千島列島っていうのがバス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 とこう、あのカムチャッカ半島の方まで続いておりまして、その辺までですね、あの普通の人間も行けていたから、シムシ島とかそんなところまで人間がどうも行っていたらしいんですけど、まあ、そんなことにもしなれば、あの北方四島の、エトロフ島のあたりが日本最東端ということになるのかなと思いますけれど、でも、元々の、東京都のですね、小笠原村にある、南鳥島、あそこが、日本の本当の、まあ、なんですか、地理的な最東の地であるということ、これは別に北方四島の返還がちゃんと正当になされたとしても別に変わりません。6月だっていうのにめちゃくちゃ寒いですからね、ほんと手がかじかんでくるという貴重な経験をすることができます。あと10日で夏本番となるでしょう、7月ということですが、根室の夏は大変に遅いようです。ちょっと晴れてきてね、いや海も輝いていてなかなかいい感じ。これ5時まではここが空いておりまして、鳥を観察することができるようになっておりました。で、あとはですね、あそこのところですけれど、こんな風にね、赤くなっているものもありまして、まあ何なのか分かりませんが、ここが岬の先端ですよということで、なんかの水準点とかじゃないと思うんですけどね、何なんでしょうね、あれは。うん、ちょっと分かりません。まあ、ちょっとね、気になるんですけれど、ここにですね、勝手に触るのはよしておきますが、パーカーとそれから、上着っていうか、なんていうの、セーターみたいなのあるんですよね。これは何なのかなと思うんですけど、まあ、あんまり、人間が訪れることができるところとしては日本で一番東にあるところ、近頃では私も年一ペースで訪れておりますが、たまにやってくるとやっぱり、ね、あの日本のただここが東ですっていうだけじゃなくてね、そのエリアの雰囲気もとても面白いものです。こう、ね、見ていただいても分かるようにね、それからあの北方四島の姿なんかはたまに捉えることもできますし、運が良ければというところ。本日はもうやっぱりどうやってもダメだ、あのさっきのヒグマさんもおっしゃってましたけれども、この辺りの、見える北方領土というものはですね、あの条件が良ければ見えることはあるんですが、この時期の午後にやってきても霧が立ち込めていて、まあ、まず見ることは不可能だそうです。あそこにあるね、ああいう鉄塔だって上の辺りが見えなくなってるぐらいですからね。ちょうど奇跡的に雲が切れてきまして、遠くの景色もそうね、見えますよね。偶然にも見えることは、ね、なかなかラッキーなんじゃないかなと思いますけれど、どれかな、ズームしてると、あ、これだ、見えました。あそこが貝殻島です。昔日本海軍が使っていたらしい灯台でしたっけ、あれ。ああ、多分灯台。灯台ですね。今は使ってなくて斜めになっているみたいですけれども、その姿もこのようにはっきりと確認できます。今満潮で島の姿は全然見えませんが、あ、一応下に見える、あれ島なのかな、ちょっと微妙ですけどね。でもあのように立っているものは、こういう風にして見えるわけです。ロシアが使ってるって言ってたかな、どっちのかもう忘れちゃいましたけどね、私も。ただとにかく、あそこから先が、いわゎる北方四島の中の一つ、まあ、歯舞群島というのはいっぱいありますんで、正確には島が4つというわけではないんですけれども、北方領土と言われるところをもうすぐにこちら側から見ることができます。あなたにたまにロシアの船なんかがぐるぐると巡回していることもあるようです。ちなみに貝殻島とかさすがにそこはですね、あの普通の人は行くことはできないんですけど、行こうと思えばあの国後島とか、それからエトロフ島とかはですね、ロシアに渡ってビザの発給を受けて、それでそのロシア側の定める所定の手続きを踏めば、旅行することはどうも可能らしいです。じゃあ行ってみようということで行った人も結構いるらしいということではあるのですが、ただそれをやりますと、あの前にもね、私の動画で説明したとは思うんですけれども、それをやりますと、つまり日本人が、ロシアのその定める所定の手続きを踏んで外国へ海外旅行をしたということになりますので、つまりそういうふうにですね、ロシアの、実効支配しているに過ぎない日本の領土であるはずのところに日本人が海外旅行をしまくっているという実績ができると、これは返還にとって大きな差し障りがあるということになりますから、今ですね、ロシア あの実効支配している北方四島に行くというのはあまり好ましいことではないというふうに考えるのが一般的かと思います。まあ、そういうわけですから私も行ってみたいですけどね、あの日本の元に正当に返還をされましたら、その後で皆さんにその時には訪れるということもあるのかなと思います。ちなみにこの北方領土の返還ですけれども、
歯舞群島と確か芦子担当でしたっけ、その2つだけはですね先に返還します、先にというかその2つは返還しますよというふうに、ロシアから、前に打診も受けたことがあったらしいのですが、いや全て4つの島を一度に返還してくださいということで、途中のあの2つだけであれば妥協はするべきではないということになり、未だ、全ての島が、ロシアの実効支配の手の中にあります。まあ、でも確かにね2つだけ返したからそれでお茶濁そうなんて言ってね、それで、やられてしまったらまだまだあっちの方、まあ、遥か北の方まで島があるわけですから、それでお茶を濁すなんてことになってしまったら困りますんで、いや妥協は許さないというのはなかなかいい考えのようにも思われます。で他にもね周りこの辺りいろいろとたくさんあります。あのお土産屋さんとかね、日本最東端の商店はもっと向こうに あるあそこでしたけど、最東端のお土産屋さんはそこだし、あとこれからあのここね私も過去3回ぐらい訪れたことはありますけど、北方四島のことを詳しく学習できるような資料館っていうのかな、分かりませんけどね、そういったものもあります。もうただいまの時間は終わってしまっておりますけれど、であとはこっちの側の辺りなどですね、こう鐘などいろいろこうありまして、これは多分希望の鐘と書いてありますね。歯舞群島、色丹島、国後、択捉、四島、国有、日本固有の領土であり返還されていません。北方領土返還は国民の切なる願いです。というわけで、あの輝く鐘の音は四島の帰る、日まで北方の島々になり続けます。私もその鐘を鳴らす一人になりたいと思います。あちらの彼方に見えております、あの辺からは全部ね日本なんだけどロシアみたいな風に今なっちゃってるということです。ぜひですね、あのまあ私たち一人一人がなんかできることって言ったらそんなにはないのかもしれないけど、まあでもせめて私もですね、あのさっき申し上げましたように、例えば北方領土にね、あのロシアに海外旅行するかのように訪れるとか、そういったことぐらいは避けたいかなというふうに思っております。じゃあそしたらですね、ここまでお世話になりましたあのヒグマさんにね、あのヒグマさんが何がヒグマさんなのか分かんないと思うんですけど、こういうことなんですね。あのうちのチャンネルでね多分ヒグマさんのことをあのご覧になったことがある人は当時の動画があの4000回ぐらいしか再生されておりませんので、今のこの動画多分ね1万回ぐらい再生されてると思うんですよ。多分1万回ぐらい再生されると思うんですけどね。そうするとあの 2.5 人に1人ぐらいしかご存知ないということになると思うんですけど、あの本当に根室のことをよくご存知ですから、あの僕と握手してください。これね、あの着ぐるみは着ぐるみなんだろうけど、あの前が見えるタイプじゃないらしいんですね。だからねなかなかあの大変だということなんですけど、このように毎度あの来た時ちょっとなかなか根室がね遠くてあの来られないのが申し訳ないんですけど、でもあの毎度本当に北海道の中でもまた、特段のですねあの特徴があるようなところですから、あの今後とも来ることがあると思います。ぜひまたその際にはよろしくお願いします。じゃあこんなところでとりあえずここまで切っておきますね。で、あのね、当たり前田のクラッカーというやつですけど、私はね、そんぐらいは知ってるんですよ。さっきのヒグマさんが別にあの格好で運転してるわけじゃないですからね。それはね、別にわざわざ言うこともないかなと思うんですけど、一応言ってきますんでよろしくお願いします。今教えていただいたんですけど、あそこにお手洗い、トイレットとトゥワレットって読むらしいんですけど、ロシア語クリル文字のやつなんですが、私も知らないんでね、あんまり何とも言えないんですけれど、でもこの4文字目、L のやつの L が入ると思われるようなところですよね。TYALET みたいな感じで書かれると思われます。その L のところがですね、なんか間違って違う字というか存在しない字になってるらしいんですね。いわゆるミスプリというやつですが、これなかなか面白いもんですよね。そういったこともあるんだと。確かにロシア語とかそういうクリル文字とかそういうのに全く精通していない人が、これをじゃあとりあえず見よう見まねで打つということになると間違えたことが起こるのかもしれません。それから風呂に入ってきましてね、今そこから札幌ラーメンというところ、もう撮影の許可もらってるんですけど、中に入ってきていきなり回し始めちゃったね。お店の外観はまた後ほどということですね。これもまず食べ放題らしいですね。イカの塩辛じゃないですか。これなんですか、タコわさびってやつと思って、はい、見てみる、これ塩辛なんですかね、はい、これなんですかね、タコワサビだったのか。やっぱそうですよね、これタコワサビ。あ、当ててみてもいいですか。もう本当間違いないですね。これは何でしょうね、昆布かなんかじゃないかな、昆布のつくだ煮とか。ちょっと開けて手伝ってもらっていいですか。はい、すいません、カメラかざって。つくだ煮なの多分これですね、これが食べ放題。なんかもっと他もすごいんですよね。魚期待する。魚、魚の塩焼き。魚の塩焼き。ライスだけ頼んだら元取れないから、この店の出してくんないんだけど。ああなるほど、ライスのなんかそのライスを頼むとこういったものが食べ放題になるというシステムなんだけど、でもラーメンは頼んでね、ラーメンは頼まないといくらなんでもこういうものがあってます、ああなるほど、それにそれに失礼だしね。あ、だからお子様ラーメンなんですね。そうなるほど。僕は普通に僕は醤油ラーメンと、じゃあ小ライスでいこうかな。そうしよう。はい、すいません。じゃあ、お子様醤油と、お子様醤油と、はい、お子様カレー、お子様カレーラーメン、カレーライス、あ、はい、ラーメン、カレーラーメン、はいよ、に、小ライス2つ、小ライスが2つね、はい、はい、わかりました、お願いします、はい、
お子さん、お子様なんだよなんて久々に食べますよ。はい、すごいんだ。あの道具に進めるときには、うん、あれですか、あのラーメン二郎は波でもすごい量が多いみたいな、そういうパターンだと思ってる。 お子様じゃないとすごいですね、トッピングにカツってのは豚と鶏がやる。あ、鶏カツもあるんだ。山菜、山菜ラーメンってあんま聞かないですね。そばだったら、まあ、うん、バターコーンチャーシューはね、わかりますけど、カツか。そう、山のドライブインで山菜はよく聞くんだけど、うん、浜でこれは確かにね、こんな海辺で山菜ってね、うん、へえ、そう、これはもう一回聞きますけど、ライスを頼まないとこれは出てこないですね。出てこない、うん、でもライスは、小ライスが200円とかなのか。そうですね。そう、200円を被害に落ちとかっていいですね、うん、あ、そうだ、コピーをできるだけ多くの人に発信してください。じゃあいいんだな。人間のクズたちのナンバーがここにたくさん貼られているということですけど、このナンバー車両が前を走行しているときは急停止されても大丈夫な距離を保って運転しましょう。アタリアというやつですね。そのナンバーがここにしっかりと晒されております。あなたが自分でやる。ああ、そう、あ、こういうふうにして、あ、やり方の説明をちょっと取らせていただいて、あ、そうそうそう、ちょっと撮影をということです。そうそう、食べるもんじゃないので、根室いないと。あ、そうなの。はい、あ、そうだ、あのね、でもこれの、燻製は、いや、あるよね、カンカイって、あの、コマエ。ああ、そう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 。でも、この生コマエっていうのは、今、根室じゃないってないよね。あ、そうなんです。そうそう、まあ、確かに見たことはないです。僕、全国旅行しますけど、全然見ないですね。あ、人に居酒屋で絶対出てこない。根室じゃないとないんですよ。で、これ、これ旦那さんが使用して干したんだよ。あ、で、こういう、これで取っちゃう。で、これ取ったでしょ、はい。で、これお箸で食べても美味しくないの。あ、そうやって、うん、あ、わかりました、ありがとうございます。本当にお箸で美味しくないからね。へ、じゃあ逆にちょっといかに美味しいのか、最初箸で食べた後これやってみよう。そんなもったくないです、もったいないです、そんなもん。あ、わかりました。もうバラバラになっちゃう。あ、なんか、あ、確かにいいですね、これ、こう、あったかいし。まさかね、コマ入れる方がいい。え、これがつまり、これもショーライスのお供ってことですよね。うん、どれこれ、取り込んだ。うん、うめ、おいしい。価値ある250円だな、本当に200円で、これはすげえ。あの、視聴者の皆さん、要するに200円か、200円の小ライスを頼むとこれが食べられて、これも食べ放題ということなんですね。で、さらにあのお子様ラーメン500円もどうもものすごいらしいですから、私まだ知らないけどね。今度お子様ラーメンをお持ちいただいたんですが、これ普通の大きさなんじゃない、まあ、確かに言われてみれば一回りぐらいちょっと小さいのかもしれないけど、十分普通の量な気がします。これ醤油ラーメンね。こちらはね、カレーラーメンなんですよ、北海道特有のもの。ちょっとじゃあ分けていただきましょうかね。はい、よ、いいですか、これもらっちゃっても。はい、よ、いません、室蘭名物だけどね、カレーは。そうなんですか。でも初めて見ました、僕も。味の大王がすごい有名。いただきます。で、最終的に小ライスも届いたわけですが、小ライスの脇にですね、この辺りで取れた鮭と、それから、これ山芋とお豆腐ですね、冷ややっこと、それからこの魚がついて、これ、こまいね、そうそう、で、これで要するに200円ですから、恐ろしいったらあれじゃないですか。これこうやって食べると美味しい。おー、これなんですか、チャーシューですね。チャーシューをあの、あえてやってから、はいはいはい、あの、あ、カレー気分。なるほど、カレーライスっぽいチャーシューね。これライス少々足りないぐらいにおかずこんなたくさんいただいちゃって、どうしようって感じなんですけどね。もう朝ごはんじゃないですか、立派な。なんだこれだと思うんですけど、本当にすごいですね。これが根室の駅から近いんですよね、ここって。どこ3分ぐらいです。3分ぐらい、うん、へえ、信じがたいな、これは本当に。うん、鮭めちゃくちゃ美味しいな、これ。笑ってしまうぐらい美味しいな。いや、なんか地物の本物のやつだからね。いや、すごい。これで700円ぐらいしますよね、普通。そうだね、うん、700円でも安いか。まあ、スキヤで食ったら大体500円ぐらい。あ、でもスキヤでも500円はする。お店の外撮影しようと思ったらね、もうちょうど出たところでのれんがおりまして、あれも消えてしまったんで映せないんですけれども、大層お腹いっぱいになりましたね。あれ700円ですよ。700円でご飯と鮭と、それから、なんだっけ、のとろろ芋みたいなやつと、それからさらにうんぬんかんぬん、それからラーメンと、もなんだこのラーメン屋はって感じですよね。もはやラーメン屋ではなくて定食屋ではないか。しかもその定食屋というのは定食は200円ですから、本当に信じられない体験をしたものです。日本にはまだまだものすごいものがいっぱいあるんですね、ということで、車に乗せていただきます。で、後ろにね、あの、札ドラって書いてあります。札幌ドラッグストアの札ドラということなんですけどね、あの、根室発祥らしいんですね、札幌ドラッグストアなんですけど、これさっき教わったんですけど、え、本社は
今本社は札幌にあるんです。でも発祥は根室ってことですよね。お、ああそういうことか。あ、なるほど、よくわかりました。あのですね、あのそう、まあ、今聞こえたかもしれないですけど、創業者の出身が根室らしいんですけど、このじゃあ元々のあれは何かっていうと、あの千島方面の千島列島、まあ、北方四島とかあの占島とかあっちの方までずっと続いていく、あの千島列島のあの島々の人たちが、まあ、根室まで玄関口としてまあやってくるわけですよね。でその時にあの根室でいろいろ買い物をしてまた買いだめをして帰るということがありますから、じゃあ買いだめするものって何から薬売れるんじゃないかなと思って、それで始めたのがこのサツドラ札幌ドラッグストアの創業者さんだそうです。それであの薬売りのその事業がなかなかうまくいったからどんどん展開していったと、まあそういうことらしいですよ。